スーパーオニから。スーパーオニから。ねえマスター、このスーパーオニから、スーパーオニからって一体何なんですか。スーパーオニからはね、つけ麺にしたら80倍ぐらい辛い。まあ辛さの中にあの美味しさはあるんよ。スーパーオニからもすごい辛いけど、はい、食べた人は辛いだけじゃなくて旨味があるっていう言ってくれる。ちなみにマスターはもちろん食べたことあるんですか。ないないない。いやいやいや。食べれん食べれん。食べたいと思うもんし。食べれん食べれん。わかりました。じゃあ僕、うん、そのスーパーオニから挑戦してみたいと思います。はい、スーパーオニからの。どういう。いやーすごい。これがスーパーオニから。全部大きく作って、チヂミも大きく作って、担々麺もいっぱい作った。これで。本当にね、体悪くすると思うよ。いやいやいや超スーパー鬼から。でも食べた人は何人かおるんですか。おるおる。平気で食べた人おるけど、ええ、5人ぐらいよ。うん。いやでもね、あの100人食べて5人ぐらいだっけ。平気な人は。あとの人らは。と思うよ。一人は。あ、これもやっぱり混ぜた方がいいですね。混ぜて。混ぜましょうか。これね、皆さん分かりますよね。これ前回僕が食べた激辛と違ってですね、もう赤さが尋常じゃないんですよ。いきますよ、私は。あ、これはああ、熱い熱い。あ、もうすごい熱い熱い。ボスボス。あのね、今日広島で初雪が降って、広島で一番気温が下がったってね、気象予報士の人が言っとった日ですよ。でも今日一番暑い。もう僕のコスモが燃えてますよ、コスモが。コスモス。やばいよ、これは。流れか。5-3。ああ、でもあと半分ぐらいですね。僕ね、人生で一番長い半分ですよ、これ。何のために。そうだ、これ何のために食べる。何のため。すいません。山があるから登ると一緒で、辛いから食べる。山があるから登るんで、辛いから食べる。あと一口じゃないですか。本当ね。2時。まだ1時間半頑張ってよ。今から3分が来るから。今から3分の皆さん来る。ほんまに楽しく行ってるよ。サメすごいね。唐辛子の用法、用量は正しく使いましょう。